皆さんこんにちは。 K-POP 専門ダンススタジオマルインストラクターの浩平です。今回のレクチャー動画の課題曲は ENHYPEN の Bite Me になります。レクチャー部分はですね、サビの前半部分になってます。後半部分はペア振りになっちゃってるので前半部分になってます。興味ある方はぜひ見てみてください。それではどうぞ。はい、ではレクチャー始めていきます。まずはじめにカウントは8からで5678、はい、この手を上からちょっと外に開きながら持っていきます。結構音がカッと音があるので素早く5678来たら1で、ちょっと体を前に、足とかは動かさなくて大丈夫です。からで、その手を前、右手を前に出しながら2円、1、2、円、はい、来たら3円で首から体をウェーブを流せ、ではここから広げちゃってください。左足踏みながら2円3、4円、はい、3、膝ついて首3、4円、まあ、手は伸ばして、私から言ってみると、ファシクセ、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、エン、来たら、ファイ、シックス、はい、では前にブン、ブン、はい、ファイ、シ、で、足をそのまま、フォー、エン、来たら、右、左で上げます。フォー、エン、来たら、ファイ、6で左手を膝に置きます。そのまま足ついて7、8、3、4、5、6、7、8、最初から5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、はい、こう持ってきます。ドゥーン、はい、当てて戻して1、2、3、4、ちょっとウェーブから流して、はい、ここからそのままこう後ろから持ってくるような感じ、はい、7、8、1、2、3、4、来たら5、6、7、8、右向きから左向いて6来たら7か、はい、最初から見てみると5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、やした1、2、3、4、はい、足は左に左2回、はい、ではブン、じゃあそのまま1、2、3、4、だけ一回引いて、それまではこのまま出しておくだけで大丈夫です。7、8、1、2、3、4、来たら5、6、7、8、はい、たたたたた指で反対、4、首、6、7、8、ちょっと7ダウンして、1個下に押して上がってくる、1、2、3、4、5、6、7、8、来たらさっき反対で1、2、3、4でこっちに向きます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、来たら
5678。さあ後半は最初と反対に締めにしてください。で最後8678。もう一回言ってみよう。せーの。1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8。 最初からゆっくり5,6,7,8,1,2,3,4,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 
サビの後半、ペア分とかが始まるんですよ。はい、今日はこの前なんで。もう一回、確か、ファイシセエイワンツーエンスリーフォーエンファイシクセブンエイトワンツースリーフォーファイシクセエイワンツースリーフォーファイシクセブンエイトワンツースリーフォーファイシセエイ。そう、ちょっと早めの感じで5、6、7、8、1、2、3、4、8、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。そこまで難しくないと思うので、はい、ゆっくり確認しながら見てみてください。サビの後半部分ですね、もしリクエストとかあれば、はい、またやっていきたいと思うので、はい、ぜひコメントとかよかったらしてみてください。まる YouTube チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。バイバーイ。